え、カメラ苦手ですか？いや、もう大好きですよね。いや、大好きです。はい、どうも、シュウテイミです。よろしくお願いします。お願いします。それで本日はですね、トーク対談ということで、はい、本日来てもらいました小峰ひろきさんです。はい、よろしくお願いします。なぜ僕がこの、対談動画をするかと言いますと、2023年の、初めにですね、とある、ボーイズに、自然に行きました。その時にたまたまお会いした同い年で、そこのボーイズ出身で、しかも元ノンプロ選手ということでつながりまして、そこからまた別の方ともつながったりして、こうなんか共通のつながりも結構ありまして、そうですね、そうですね、はい、今日はあの練習に参加していただいてるんですけど、小峰さんの今までの野球経歴とか、はい、今どんなことをしてるかという話とかをお伺いしたいと思いますので、はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、で、小峰さんといえば元 JFE 東日本の野球部として内野手として活躍されたと聞いたんですけど、その当時のまあ上でも下でもプロに行った選手います？そうですね、社会人もいるんですけど、大学が結構トートリングで多くて、あ、社会人の方がいいですか。社会人で言うと、はい、同じところから行くと上総マジックの加藤貴之、日本ハムで、はい、あのピッチャーやってる、あれ開幕投手でしたね。あ、そうです、そうです。マジっすか。あいつは高校の1個下で、はいはいはい、そのまま高卒で社会人行ったんですけど、まあ、そいつもプロ行きましたし、はい、あと NTT とか東日本とかで福田周平とかオリックス、はい、あと西村とかってそれも日本ハムかな入ったりとか、そういう選手が多かったです。あとはホンダも同じリーグだったんですけど、はい、で石橋っていうのが大学の同級生で楽天に行ってる、はいはい、あと阿部さんかな、中日、はいはい、阿部さんも行ってるし、結構いっぱいいますね。他にもあと木浪とかかな、阪神。ああ、はいはい、はい、本田でしたっけ。本田から阪神です。ですよね。はい、ここら辺がそうです、ね、いました。JFE の後輩とかでなんか JFE がですね、はい、僕のね、ちょうど入れ替わりになっちゃうんですけど、はい、あの今川くんって、はいはいはい、日ハムの、はい、戻ってきたので須田さんが DeNA から、はい、JFE に入ってきてっていうのがありましたね。なるほど、はい、そういうところで野球やるってどんな感じですか。もうレベル高いんですか。やっぱレベル高いですね。もうピッチャーも球の速さ以上になってるのは、キレとかっていうんですかね、あとコントロールもいいし、だからレベルすごい高いなと思いましたね。まあ、そういったあの社会人生活を送ったと思うんですけど、あのそもそも野球はいつから始めたんですか。はい、野球は始めたのは小学校1年生。あ、1年生、うん、日高かな、はい、元々小学校日高なんで、の少年野球に入って5年生から今の日高ボーイズの小学部だったんですよ、うん、はいはい、小学部に入って、でそのまま中学まで行ってみたいな感じで、5年生から硬式やってました、ね、おー、なるほど、はい、そこから勉強をたくさんしてそこから高校に上がると思うんですけど、はい、高校はどこ行ったんですか。高校が、千葉の拓大高陵っていう、あら、強いとこですよね、はい、うん、僕らの代も決勝で、まあ、負けちゃったんですけど、マジっすか拓大高陵に、まあ、入らせていただいてっていう流れです。拓大高陵なんか前後でもなんかプロいます。そうっす、近いところはさっき の加藤貴之かな、はい、あとはちょっと前後だと少ないですね。結構上になっちゃいますね、レジェンドクラス。レジェンドだったら誰ですか。あの飯田哲也さんとか、はい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 、はい、あのヤクルト ヤクルトの、はい、その他にも結構多くいらっしゃいますね。あ、そうなんですか。拓大高陵では何番打ったりしたんですか。2年生の時に、4番で夏マジですか。で、3年生の時は、3番で最後の夏。すごいっすね、はい、結構ホームランとか打つタイプだったんですか。いや、昔から、中学校の時はね、ホームランバッターだったんですよ。で、そのまま入ったんですけど、当時の小枝守監督って高校野球有名なんですけど、あの監督から、お前流し打ちをしろと、1年間ずっともう逆方向に打ってろという話で、右中間とかに打つだけが多くなりましたね。だからホームランも結局20何本かぐらいなんですけど、すごい。けど、どっちかというと逆方向のだけが多かった。なるほどね、はい、その3年生でこう引退をした後に、自分でその大学は進学したんですけども、なんか声かかって行ったんですか。いくつ か, なんか声かけていただいてたんですけど、その中でまあ拓殖大学に進んだんで、はいはい、でそれはやっぱ当時 の学校関係者の方がすごい熱心に声かけてくださっ て、はい、ぜひやらせてくださいというところに行きました。でその大学でどんな成績を残したんですか。大学の時はもともと拓殖大学ってトートリーグ、あのアジアとか駒沢とかに、うんうん、あのリーグの2部だったんですよ、はいはいはい、で、2部で、自分たちが4年生の春に、うん、あの大学史上初めて1部昇格して最後神宮球場にプレーしたっていう感じです。すごいですね東浜選手ってなんかアジアですか。そうですね、1個上でもあれか、1個上か、はい、じゃあかぶってないか。そうですね、僕らの代はアジアは栗とか1個下が山崎康明とか、あそこら辺がピッチャーでいて、実際なんかそういう
プロ中、その時まだプロ中なわけじゃないですか、はいはい、そういう選手を見てどう感じるんですか。いやね、あの時はなんか自分もいや負けらんないなしかなかったんで、あ、まあ、確かにすごかったんですよね。すごかったけど負けらんないなみたいな感じでやってて、でもやっぱすごかったですけどいや、これってえぐいなみたいな感じ打席で、やっぱりそういう感覚僕はないので。ああ、本当ですか。やっぱそういう上の方で活躍された方が、はい、どんな気持ちでそのもうプロ中とか今すごいプロで活躍してるじゃないですか、はいはいはい、そういう人らとなんかその戦ってきたのかな、見てきたのかなってちょっと気になったんでなるほどなるほど。自分も打席でうやばって思うんですけど、いかにこう落ち着かせるか、俺別に大丈夫だぜアピールをするかっていうところにも神経使ってました。大学の時はベストナインと、最後の一部の時はベストナインとホームラン、ホームランは多分か、あと打点か、はい、ベストナインと打点、マジですか、はい、は1位です。バリバリ余裕じゃないですか。いやたまたまっすね、本当にね。いい場面で回ってきたね、打点を多く失点。いやでもその場面で打つのもすごいですし、そのメンタルってすごい大事じゃないですか、野球って、はいはいはい、しかも上のレベルになってくるにつれて、うん、プレッシャーもどんどんかかるし、はい、メンタルトレーニングってどんなことをしたんですか。特にしないんですか。メンタルトレーニングっぽくはなかった、当時はそういう感覚はなかったんですけど、もうとにかく自分がなんだろう、これさえやっとけば大丈夫だみたいなものを、うん、もう とにかくやり続けるっていうのは意識して練習やったんです。あ、大学生の時は僕まあ右バッターだったんですけど、右バッターなんですけど、もうとにかくバッティング練習はもう常にセカンドボール打つと、そこに打っとけ大丈夫だみたいな感覚でやってたんで、それがうまくいかないときにちょっといろいろね悩んだり試行錯誤するんですけど、最終的にそれができれば大丈夫だって感覚で、そこでメンタルは保ってましたね。なるほど、うん、いやね、そうびっくりしましたね高校のだって一番僕今でも覚えてるんですけど、一本目1年生のときにあの袖ヶ浦球場って千葉にあるんですけど、あそこでジョーが打ったんですよ。マジで、めっちゃ喜んで帰ってきたら試合後のミーティングで浮かれるなと、お前それそういう選手じゃないんだろうっていうのを言われた。指導を受けて、あ、そうなんだ、ね、これじゃねえんだみたいな。マジか、あれはねちょっとびっくりしました。すごいっすね、うん、引退はいつされたんですか。JFU の野球部引退したのが5年前かな。あ、5年前、8年の最後に終わったんで27と。そうですね、はい、その引退を決めたきっかけって何かあったんですか。もうね、社会人野球は毎年やっぱ大学高校の有望な選手が入ってくるわけですよ、はい、で社会人チームも多分枠って決まってるんで、まあ、そこでちょっと戦力になれなかったっていうところで、まあ、来年はもう社業についてくれと、あ、そういう話で。あ、なるほど、うん、で引退をしましたね。なるほど。その後のなんか現役続行はどっかでやろうとかそういうのって考えなかったんですか。もう自分の中でも結構野球やりきった感というか一回落ち着いてもうなんか仕事やろうみたいな、いう感覚になって、結局2年ぐらいは本当野球一切触れてなかったっすけど、もうバットも持たない、グローブも触らないみたいな、はいはいはい、ちょっと立ってから、あ、ちょっとなんか体動かしてなみたいなのが芽生えてきたみたいな。なるほど、うん、なんか最近、まあ、室内練習場ちょこちょこ使ったりするんですけど、いろんなところ、うん、ちょこちょこあの元ノンプロの選手たちが、あ、そうですね、野球教室とか野球スクールを始めたりしだしてね。そうですよね、そうなんです。だからその人ももしかしたら引退してちょっと何年間かやんなきゃいい時間があって、うん、あ、やっぱ野球に携わりたいなと思ってそういうのを始めたんじゃないかなって勝手に今思いました、うんうん、かもしれないですね多分ね、一回は社業ついた人もいれば、もしかしたらそのままねもう終わり引退して始めた人もまあ中にはいるのかもしれないですけど、大体社業ついて、ね、うん、あ、やっぱ野球だなみたいな、うん、やっぱそういう思いになる人多いらしいです、うんうん、そうなんですね。社会人野球時代はなんかあれですか、もう本当野球だけだったんですか、ね、でも午前中は仕事して、うん、午後から練習とか、はいはい、ね、うちの会社はありがたいことにもう一日野球をして、マジですか、で都市対抗に出て社員の皆さんがやっぱこう一丸となるっていうのはミッションだよっていうのをよく言われてたんで。なるほど。ずっと野球やらせてもらってました、ね、あ、じゃあなんか午前だけ仕事っていうのはなかったですね、うん、でも一応なんか所属って決まってるんですもんね。何かありますよ、ありますよ所属僕IT の会社に所属してるんで、はい、システムなんだこれはみたいなとこから始まって、まあ、ようやく5年経ってすごいことしてる会社なんだっていうのを気づいて。なるほど。去年一昨年ぐらいからは実際に、まあ、ちょっといろんな、ね、ご縁があっていろんな人からお声掛けいただいて、高校に行って一緒にこう野球練習したりとか、うん、中学校のチームに、ね、ちょっと顔出してお手伝いさせてもらったりとかっていうのを始めたっていう感じです。おお、なんかそのお手伝いを、まあ
するってことは、まあ、子供たちとこう触れ合うわけじゃないですか。そうですね。結構アドバイスって来るんですか、どうしたらいいですか、どうしたらいいですか、どうしたらいいですかっていうのはすごい来てくれますね。あ、うん、やっぱ自分も、まあ、その代わりプレーでも見せなきゃいけないからっていうのはあるんですけど、いろいろ聞かれますね。すごい熱心な子多いなっていうのと、うん、一番感じたのはやっぱ YouTube とかいろんなところで情報取れるじゃないですか。そう、今の時代はもうね、うん、便利ですよね。ね、そう、自分らの代にあったらもっとねプロ行ってんじゃないですか、もっとね。いやいや、それはないかもしれないけど。ああ、もう本当にだプロの話とかね聞けるから、それはすごくて、だからそれをやってるんだけどうまくいかないんです、どうしたらいいですかみたいなのを聞かれると、やっぱ動画見て自分で理解してやってる子供たち多いんですけど、うん、なかなかそれを体現するのが難しい、うん、そういう時に僕とかがこうやってみたらどうみたいなので、まあ、中にはうまくいきましたみたいな子もいるっていうのが嬉しい時です。それいいですよね、自分が伝えて、なんかね、彼らなりに理解して、うん、できるようになった、できないからできるようになった、その0から1みたいなところ、 それがすごく僕もやってて、うん、まあ、動画の方で、まあ、僕は本当に野球経歴マジないんですよ。いやいや、全然ないし、だからこそ中学生高校生 となんか同じような目線でいけるんじゃないかと僕は思ってて、うん、逆にその上手い選手の話を聞くと、逆に僕なんかもう混乱してハイレベルすぎてついていけないっていうのがあったんですよ実際。プロの人の話とかも、このスライダーのこうしてこうだ、うん、え、こうじゃないのみたいな、 なんかえ、どういうことどういうことみたいなんで、ちょっと理解できなくて開いちゃう癖をどうしたら直すんだろうとか、うん、そういうのも結構難しいなって個人的には思ってて、そこをなんかそう昔々、はいはい、なんかこうした方が分かりやすいですって自分なりに伝えたら結構再生回って、うん、コメントも結構分かりやすかったですとか、こういう感じでやったらいいんですねとかあったから、それはなんか上の方でやってない子たちの目線で伝えられたから、なるほど、昔はまあ良かったですけど、あ、そう、今ってあのね、上手い選手がたくさん発信してきちゃってる時代だから僕の意見なんかもう聞きやしないですよ、全く。聞かなくていいなって言う必要ないなと思ってそんなことね、いろんなとこで発信してますもんね、みんな、いろんな人が、ありがたいことに長くこう野球やらしてもらったんで、いろんな、僕もなんかいろんなね、先輩後輩指導者からいろいろなことをこう言われてきたんで、まあ、引き出しはすごい増えたんですよ、うん、だからそれを今度はだからね、少年野球とか中学生とかでやっぱ野球好きじゃないとなかなか続かないじゃないですか。で、好きになるためには多分うまくね、好きっていう感覚が芽生えないのかなみたいなところもあって、うんうん、そこちょっとでもお手伝いできたらなみたいなのがあったんですよね。あ、いいっすよね。楽しく教えるにはどうしたらいいとか、なんかアドバイスしてるんですか。あの、なんだろうな、もう基本的に僕あんま注意というか怒らないんですよ、うん、いいところはいいっていうだけで、まあ、もちろんプレーに関しては、うんうん、そういうところは常に意識してるんで、もうとにかくで基礎って結構子供たち嫌いじゃないですか。あ、そうっすね。だからいかにその基礎の練習をちょっと楽しくっぽく、ちょっとゲーム感覚っぽく教えるかみたいなところは結構気をつけてやってますね。あ、うん、やっぱね、単純にこうゴロ取りやりますってゴロって転がしてても、やっぱりね、来てくれないんでね。そうっすよね。それでやればいいでしょみたいになっちゃう。やっぱ多いと思うんですよ。僕もそうでしたし、そう、気持ちめっちゃわかるみたいなのがあるんで、うん、それをゲーム感覚っぽく、うん、まあ、笑顔を交えながらやるみたいなのは結構で、それやってこれ やる意味はねっていうのを最初と最後に伝えてあげると結構覚えてくれたりするんで、うん、こういうのでね、一個でも覚えてくれたらいいなっていう感じですね。その手伝いに行くところって千葉県がメインなんですか。いや、東京と、埼玉、東京が多いですね。埼玉、東京、うん、千葉もあのやっぱ知り合いとかがいるんでたまに行かしまったりするんですけど、うん、多いのはやっぱ埼玉、東京とかここら辺ですかね。ああ、なるほど、うん、ここら辺いいっすね、うん、僕もなんかあの、まあ、YouTube やってますけど、うん、だんだんなんかもう自分の野球より、まあ、土曜日撮影日なんですけど、はいはいはい、日曜は自分の野球やってますけど、うん、もうよくねえかなって時思ってきてだったらなんか子供たちのためになんかなることをやりたいなって、まあ、撮影じゃなくても、撮影は別に土曜日に作るから、はいはいはい、もうストック動画的には間に合ってるんで、はい、なんか日曜日に行けるんであれば、まあ、土曜ももちろん撮影ない時あるんで、うん、土曜とか日曜とかでこうなんか子供たちと触れ合えて、はい、そのなんか YouTuber が来たってだけでも、うん、でも7年ぐらいやってるんですよ、はいはい、だから大体僕の周りの 人の YouTuber とかもうみんな知ってるんで、うん、あの時のこの人かみたいな、はいはい、で大体つながるんです。なるほど。だから意外とどこ行ってもあ知ってるってなるんで、はいはい、一回顔を出せばその楽しくもなると思うんです、うんうん、今まで結構こう取材をしている中で、はい、お前ら普段と違えじゃねえかみたいな監督が言ったりするんですよ、はい、いつもはなんかノックとか練習とか、はい、ダラダラするんで、はい、
カメラ回ってると、うん、カメラ目線してるやつとかちょっとこうやりながら目線を目線でねチェックしてるみたいな、そうそうそう、ちょっとこうテンションが上がってる子たちもいるんで、はいはい、それがなんか楽しいに繋がるかなって思ってるんで、うん、僕はそのいるだけで多少なんか変わるんであれば、はい、まあ、撮影じゃない時で撮影なしであれば別になしでもいいんですけど、うん、撮影もできればまあ嬉しいなぐらいな、次回撮影できればいいなぐらいな感じなんで、なんかもし一緒に行かせていただけるんであれば、ね、連れてってもらってちょっと一緒にやりましょうって思ったそれは、そうですね、うん、できれば逆にその小宮さんも商品店にいっぱい出てもらえればなんかこうね、あの動画出たよってこう話もね、そうですね、してくれれば、ね、うん、どんどんこう入っ選手にも入り込みやすくなる、はいはいはい、とこもあるかなと思うんで、そうですね、今後もしかしたら一緒に小宮さんとね、あの行動していろいろ野球貢献を一緒にやらせてもらうかもしれない、はい、もちろんね、あの引き続きあの中学のボーイズとかシニアとかもちろん翔平テレビやりますけど、それ以外でも、皆さんの高校とか小学生なんか一番もうね、動画回ってたらもうこんなっすよ、ほんとこんなっすよほんとこんななんで、逆にほんとカメラ目線の横目でこうやってまっすぐ見ろみたいな、それが可愛いんだよ、そうそう可愛いんすよ、え、これカメラどんなってんのとか、カメラこうブワーッ触る人もいるんで、はいはい、テンション上がって楽しくやってる子供たちも見てるので、そこはなんか一緒にできたらなと思いますので、ね、はい、ぜひお願いします、ぜひぜひお願いします、お願いします、お願いしますはい、というわけで、今回はですね、元、JFE 東日本の小峰弘樹さんに、話を伺いました。次はですね、小峰さん内野手そして、4番バッターだということで、バッティング、はい、どれぐらいの実力なのかそういうところも見させていただきたいと思います。まあフォームとかすごい多分参考になると思うんで、なあ複数のカメラを使ってその正面とか横とかを使って撮影したいと思いますので、皆さんあの本当に上手くなりたい方はぜひともご覧ください。というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。イエーイ、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 視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。